スウェーデン語の SJ 音は、スウェーデン語に特徴的なシーンであり、聖書法上 SJ と記される無声摩擦音のことである。国際音声記号にはこの音を表すための専用の記号が存在する。スウェーデン語の話者にとっては珍しい音ではないが、この音がどのように超音されているかは、音声学者の記述が必ずしも一致しない。国際音声学会ではこの音を、 と X の同時超音としているが2箇所で摩擦が起きるというのは不自然であり実際にこのような超音がされることがあるとは考えにくい IPA ハンドブックでオールエングストランドはこの音を無声絶敗高校外難校外摩擦音としている実際の発音は地理的および社会的方言によって異なる ピーター・ラディ・フォー・キッドとヤン・マディソンによるパー・リンド・ブラッドの記述の再解釈によるとは、実際には以下の二通りの発音がよく現れるという。難口外化した無精神師摩擦音でさらに遠心性を持ち上唇は突き出している。無精難口外摩擦音だが、X に比べて摩擦が弱く、かつ少し前寄りかもしれない。前者の場合、カタカナで表記すると、 ファギに近く聞こえる。スウェーデン語の聖書法上は、SJ の他に、SKJ、STJ、SCHT、SK などとも記される。綴りの種類が多いのは、歴史的にいくつかの異なる音に由来することと、借用語において、をこの音で受け入れたことに起因する。を多く使った文として、以下のものが有名である。ありがとうございます。